せしました。この最新鋭のスタジアムでいよいよ新たなサッカーが始まろうとしています。南ウア対ドイツ、ここビクトリーロードスペースが未知なるサッカーへ挑む選手たちを待ち望んでいます。両チーム向かい合い、早くも選手たちの気合がぶつかり合っているようです。フィールドへ集結する選手たち、彼らのプレーがサッカーの未来を切り開いていくのか。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、南ウア4人で今キックオフです。シュナイダー君、ここは抜かせません。センターラインを越えて攻め込むドイツ、これは戦い方を変えてきたようです。力を貯めているようです。そう、ボールを奪った、大きくクリア、兵藤君シュートだ。三浦君、ここはクリアだ。長いパスが通った、フィールド中央で激しい押し合いが続く。さあシェスター君、ここから打ってきた、このパスをトラップ、チャージが決まった。シェスター入れ、ここはパスを出した、ハイネ君パスを回す、ドイツ相手にボールを譲りません。これは戦い方を変えてきたようです。シュナイダー君、ボールを浮かせ高い足を蹴り上げた、これはさらに威力を増す、ファイヤーショットか。渡辺君、これはキャッチできない、シュナイダー君シュートまで持ち込めるか、パスを回す、いけ、マガク君ここはクリアだ、小松君ここで奪った、ボールも奪った、シュナイダー君シュートだ、渡辺君ゴールを守った、あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ドイツ力をためているようです。大きくクリア、ハイネ君ここで奪った、このパスをカットします、横をすり抜けた、南ウア前方の相手をダウンさせていく、正面への強烈な攻撃だ、チームの結束を高めていくようだ、南ウア攻撃を正面へ、前方の相手を一掃だ、ドイツ力を貯めているようです、パスを出します、左へ預けます、ドイツ力を貯めているようです、シェスター君ボールを奪った、なんと奪い返した、南ウア選手の足元に力が集まった、強力なシュートが期待できます、高速で走れるようになりました、そのままゴールでダイブするのか、南ウア力を貯めているようです、チ
ームの結束を高めていくようだ。ハイネ君シュートだ。選手の足元に力が集まった。強力なシュートが期待できます。トラップが発動、選手がダウンしてしまった。岡崎君ボールを奪うことができません。ボールを奪った。ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。南湯はここで作戦を変えてきました。両者一歩も譲らず折り返し、勝負の行方は後半戦へと託されます。さあ後半開始。シュナイダー君ここから打ってきた。これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。シェスター君素早く繋ぎます。石田君タックルを決めた。チャージが決まった。シェスター君シュートだ。こぼれ球をものにした。シュナイダー君ここは抜かせません。ここから打ってきた。止めた。ここでパスカット。さあここから流れをつかむのはどちらのチームか。これは見事にキャッチ。このパスをカットします。ハイネ君シュートを放った。止めた。大きくクリア。大きくパス。ハイネ君ゴールを狙う。渡辺君これはキャッチできない。菅君ボールを持った。さあ石田君ボールを蹴り出します。パスをもらった。武井君シュート。ミューラー君ゴールを守った。前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。石田君ボールを奪った。ここは抜かせません。ドイツ力を貯めているようです。マーラス君シュートを放った。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ハイン君シュートを放った。西田君シュートだ。止めた。ワンタッチで送る。シュナイダー君ハイネ君ボールを蹴り出します。西田君タックルを決めた。シュート止めた。パントキックどこまで運べるか。パスを受けた。素早くつなぎます。
くん、ボールを狙うも届かない。鋭いスライディング、ここでチャンスを潰します。ボールダッシュ成功。ここから一気に攻め込みたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。ドイツ力をためているようで、ドリブルでボールを運ぶ。シェスター君、ゴールを狙う。渡辺君、結果により勝利。好プレーの積み重ねをメダルでの勝利につなげました。しました。この最新鋭のスタジアムでいよいよ新たなサッカーが始まろうとしています。さあ試合開始。木杉君、ここはパスを出した。コスタ君、ボールを奪った。あっと奪い返した。ここからセンタリング。滝くん、ロングパスを受けます。力をためて強烈なシュート。体ごとボールにぶつかっていく。ブロックされたボールは上空へ。パスを受けた滝くん、スライディングでカット。素早くつなぎます。パスを回す。ワンタッチで送る。ここでパスカット。これでかわした。伊沢君、ここからチャンスを作れるか。シュートを放った。ケイジーニョ君、ゴールを守った。
クリアでキューバをしのぎます。この位置で攻守交代だ。スライディングで止めた。レオくんシュートだ。ブラジル力をためているようです。パントキックで大きく蹴り出した。ここは抜かせません。アーサー君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ボール出して成功。バティスタ君シュート。さあボールを抑えた。早くも前半の半分が終わりましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。ブラジルチームの結束を高めていくような。前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。バティスタ君シュートを放った。これは見事にキャッチ。キックで大きく蹴り出した。ヘッドでパスを送る。レオ君ここはパスを出した。ここは抜かせません。中盤での攻防が続いています。行け。ダイレクトでパス。アルベルト君ボールを蹴り出します。レオ君シュートだ。さあここから流れをつかむのはどちらのチームか。ボールを奪った。あとボールが見送る。バティスタ君このスライディングが決まった。クリア。クリアでキューバをしのぎます。レオ君シュートを放った。ブラジルチームの結束を高めていくようだ。この作戦指示が功を奏するか。このパスは通らない。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激闘が繰り広げられるのか。いよいよ後半戦開始です。カルロス君シュートだ。このタックルは不発に終わります。肩ごとぶつかっていった。伊沢君ボールを奪うことができません。ボールを奪った。キスギ君パスを回す。クリアでキューバをしのぎます。岩見君このボールをコントロール。南葛攻撃を正面へ。前方の相手を一掃だ。岩見君シュート。それ
これは見事にキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ。南葛、チームの結束を高めていくようだ。バティスタ君、ここはクリアだ。レオ君、シュート。南葛、攻撃を正面へ。前方の相手を一掃だ。ブラジル、力をためているようです。中盤での攻防が続いています。パスを回す。大きくクリア。このパスは通らない。さあ、ここから流れをつかむのはどちらのチームか。はい、サルガド君、ワンタッチで送る。伊沢君、ここで奪った。高杉君、素早くつなぎます。パスを回す。素早くつなぎます。いって、シュート。キック、どこまで運べるか。高杉君、激しいタックル。ブラジル、攻撃をあらゆる方向に飛ばす。これをかわすのは難しいか。高杉君、パスを回す。展開するか。ブラジル、力をためているようです。ここは抜かせません。ワンタッチで送る。小田君、スペースにパスを出した。南葛、力を止めているようです。鋭いスライディング。イケルノス君、ここから打ってきた。石崎君、こぼれ球をキープ。このタックルは不発に終わります。小田君、ワンタッチで送る。翼君、おっと、攻守交代だ。ボールダッシュ成功。それ、滝君、素早くつなぎます。ドリブルでボールを運ぶ。アーサー君、ここは抜かせません。南葛、選手たちがあまりに高速で移動し始めました。その動きを追い切れない。結果で勝利。光るプレーの数々が作りました。
いよいよ始まります。この一戦、勝利への道を切り開く。さあ試合開始。カルロス君、ほらよ、ここはパスを出した。ここは抜かせません。ダイレクトでパス。あっ、ここで奪った。素早くつなぎます。レオ君、いけ。ダイレクトでパス。アラサー君、素早くつなぎます。ワンタッチで送る。カルロス君。ブラジル、相手の猛攻を受け苦しい時間帯が続いています。ここは抜かせません。レオ君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。カルロス君、ワンタッチで送る。サルダド君、ダイレクトでパス。カルロス君、ルーカス君、このパスをカットします。カルロス君、このスライディングが決まった。さあここから流れをつかむのはどちらのチームか。攻めきれませんでした。たまらずダウンとなりました。カルロス君、こぼれ球をキープ。よく当たってしまいました。こぼれ球をものにした。攻撃を正面へ。前方の相手を一掃だ。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。切れませんでした。たまらずダウンとなりました。さあボールを抑えた。レオ君、ここはクリアだ。カルロス君、ボールを奪った。はっ、ボールが打球つ。バティスタ君、センターラインを越えて攻め込む。あっと、奪い返した。クリア。ルーカス君、ここから打ってきた。アルベルト君、これをトラップ。そうだ、前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。この作戦指示はどう成功か。ドリブルでボールを運ぶ。
止められない。ブラジル、数的不利からどう打開するか。これをかわすのは難しいか。いけ、アルベルト。前半を終えて未だ同点。ここからさらなる激闘が。キックオフで後半スタート。鋭いスライディング。いけ、バティスタ君。それ。ゴールを狙う。これはゴールにキャッチ。ブラジル、選手の足元に力が集まった。強力なシュートが期待できます。選手がダウンしてしまった。敵陣へ攻め込みます。カルロス君、あっ、ボールに力を見ろ。もらったよ。メンデス君、このボールに立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。ファンディスタ君、このスライディングが決まった。必殺のシュートでゴールを狙う。これでメンデス君、これをブロックに行く。体で防いだ。クリアでキューバを仕留めます。レオ君、このボールをコントロール。あっと奪い返した。ブラジル、力を貯めているようです。前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。中盤での攻防が続いています。ブラジル、ゴール前を固められている。あっと、ドリブルを見送る。レオ君、渾身のシュート。ケイジーニョ君、このシュートに反応している。ケイジーニョ君、ファインセーブ。いつもレオ君、ここはクリア。レオ君、シュート。パスを受けた。このタックルは不発に終わります。ブラジル、周辺へ攻撃が飛んだ。選手を吹き飛ばしていくぞ。すでに後半の半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。時間が来てしまった。ペナルティによりたまらずダウンです。フィールド中央で激しい押し合いが続く。チームの結束を高めていくようだ。奪い返した。レオ君、ここから打ってきた。ケイジーニョ君、ボールはまだ生きている。エンゾ君、これをトラップ。カルロス君、ここで止めた。力を見ろ。なんとかボールに食らいつく。ボールが反応するも決まった。決めた当然だ。ボールを決めてきた。いけ。中盤での攻防が続いています。
来てしまった。ペナルティによりたまらずダウンです。フィールド中央で激しい押し合いが続く。さあボールを抑えた。フィールド中央で激しい押し合いが続く。それレオ君タックルを決めた。センターラインを越えて攻め込む。いよいよ後半アディショナルタイム。このチーム最後の力を振り絞って走ります。ブラジル周辺へ攻撃が飛んだ。戦機も深まっていくぞ。このボールに飛びつく。ゴール隅に突き刺さった。狙いすましたシュート。これが練習の成果だ。相手をダウンさせて。